今日高島秀武の特ダネラジオ夕焼けホットラインで、勝間勝代さんが出たんですが、勝間さんが出ていたのはその時にスタジオに来ていると思ったんですが、すでに収録されているということでした。話した内容というのが、生まれた月によって、月に生まれてくる月によって人生に影響を与えるということです。例えば日本だった4月から新学期ですが、プロ野球選手は4、5、6生まれ、4月生まれ、5月生まれ、6月生まれという人が多いそうです。これだと高島さんは9月が新学期になります。そうすると9月生まれの人がプロ選手になるということが多いのです。確かカナダの場合は1月が新学期なのですが、新学期1月が新学期なんですが、そうするとプロになる人というのは1月、2月、3月が多いそうです。